まないといけないし、はい、ピッチャーの鈴木も今いいベースカバー、石原に一発が出ました。今シーズン第2号のソロホームラン、寒いキャンパスを回ってホームに帰ってきます。これでイーグルス追加で3対0になりました。そして新庄監督が今ベンチ出てきています。石原はハイタッチで迎えられます。距離は十分でした。あとはポールの右か左かというところ、審判団が一度協議してリプレイ検証に入ります。もう石橋さん、距離はただいまの、そうですね、はい、ちょっと聞きましょうか。リプレイ検証を行います。しばらくお待ちください。はい、今リプレイ検証というアナウンスがありました。さあご覧いただきます。あとはポールの右か左かというところです。これが見ると、あ、ちょっともう一度そのポール間際を、これ向こう側通過してますね。ということはこれを見る限りファールで、あとはこれが出ます。さあどうでしょうか。ファールでした。判定変わります。ポールの左側を通過していました。いや、石原としてはそうです ね、悔しい。もうちょっとのところでしたけど、大きなファールボールということでした。さあ石原打ち直しです。